はい、バイルズギャラリー小林と小林申します。今日は個展のご案内をさせていただきますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。2023年令和5年の7月1日から5日まで、この粟田焼の安田博人さん、作家さんですね、の個展を開催させていただきます。で、時間はですね、朝10時から5時まで、この小林棟のギャラリーにて、開催させていただきます。約80点ほどの、作品を、並べさせていただく予定でおります。で、この粟田焼なんですけれども、皆さん、聞いたことある方いらっしゃるかと思いますが、京都のね、東海道、江戸から京都へ行く、京都の入り口にあたるところが粟田口っていうんですけれども、その辺りで、焼かれた焼き物ことを粟田焼というふうに、言われています。で、粟田焼、作られ始めたのは江戸初期というふうに言われています。で、江戸初期はですね、ちょっとこう渋めのこう焼き物ですね。こういう、瀬戸釉ですとか飴釉とか、黒い釉薬とか、ちょっとこう渋めの、ものが焼かれていたというふうに言われています。で、江戸中期になりますと、色絵のものですね、例えばこういう、この先ほどの水差しですとか、水差しですね、とかこのお茶碗ですね、お茶碗とか、ちょっとこう綺麗な感じのものが焼かれるようになっていきます。そして、明治に入りますと、海外への輸出が盛んになりまして、京薩摩といいまして、金銴って、金を使った加色をした器ですね。薩摩焼と並んで、京薩摩と言われて、非常に細かいものを輸出していくことになります。で、非常に評判が良かったんですけれども、昭和に入りまして、大恐慌ですね、そして2度の世界大戦が、非常にダメージを粟田焼に与えまして、で一旦ね、途絶えてしまうんですね。ところがですね、この、安田博人さんが、その粟田焼を、研究して、復興させていこうということで、今ね、その粟田焼ということで、茶陶が中心なんですけれども、始めていらっしゃるということです。で、ほとんどこういった焼かれてるのは、先ほどのこの、茶入れのようなね、ものとか、こういったお茶碗みたいな、ちょっと渋めのものもあるんですけども、大多数がこういったちょっとこう綺麗なね、色絵のものが多いそうです。私もまだちょっと作品見てないんですけども、もうしばらくすると入ってきますので、6月末にね、入ってまいりますので、非常に楽しみなんですけどもね。で、作家さん自体は7月の、1日、2日、3日ですね、にお店の方で来ていただきますので、その時にね、この粟田焼についていろいろとご質問していただけると、答えていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、ヒロトさんですけどもね、ちょっと略歴がありますが、西村特選さんのね、工房で修行されてたようです。で、京都高島屋とか、いろんなところで、個展をされて、今回ね、こちらで個展をさせてしていただけることになりました。ちょうど還暦記念ということで、今年もね、非常にいい区切りの
年に個展を開催させてしていただくことになりました。はい、ですのでちょっとあの粟田焼というと、珍しいと言いますかね、まあ京焼は京焼なんですけれども、まあ、そういったねいろんな変遷があって、歴史があって、今に至っているということで、八田博さんも随分ねいろんな文献なんかで研究されて、作品作りをされているようですので、非常にね楽しみです。ぜひ、お時間ございましたら、7月1日から7月5日まで、で123と作家さんいらっしゃいますので、ぜひねお越しいただければと思います。はい、今日は個展のねご案内でしたけれども、ぜひお越しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。舞台に興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またツイッター、インスタグラム、SNS やっておりますのでぜひご覧くださいませ。またネットショップもございます。ぜひねご覧いただきたいと思います。バイルスはギャラリー小林と岐阜柳瀬すぐ近くにございます。 Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいります。ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。皆様のお越しをこれよりお待ち申し上げております。それではまたお会いいたしましょう。